こんにちは、コーチコンサルセラピストその他の個人事業主の、柔らかセールサポーター松尾です。今日もよろしくお願いします。と今日の内容はですね、初心者ですね、初心者の方とかこれからコーチコンサルセラピスト、その他の個人事業主でやっていきたいとか、スタート、最初の出発点の時にですね、どういったことを Facebook とかブログとか、まあ、メルマガとかですね、そういったものに投稿していけばいいのかというのがわからないという方が、結構多くいらっしゃいますので、その方向けに、お伝えしていきたいなと思います。で、私がですね、なぜこういったものを、お伝えしようと思ったのかというと、今日はアウトプットですね、あなたが今、どんな状態であろうと、今の現状をアウトプットする価値っていうところですね、こちらをお伝えしていきたいなと思います。でこれはですね、私が起業して今年3年目になるんですけど、副業時代ですね、コーチ、看護師をやりながらコーチをやってたんですけど、副業時代の頃から今独立して3年目に至るまでにどういったことをアウトプットしてきたのかというところをお伝えしていきたいと思います。まずですね、コーチになった当初、コーチングとかセラピーとか学んでる状況ですよね、学んでる状況の時に何をアウトプットすればいいんだろうとか、すごくそういったものを考えていたんですよね。でも答えはすごく単純で、何でもいいんですよ、何でもいいんですよね、極論言うと。でそこに対して、これが完璧主義を求めないことがすごく重要です。なので学んだことを、気づいたこと、気づいてやってみたこと、やってみて良かったこと、こういったものをどんどん最初のゼロスタート、初心者の時は投稿していくっていうのがおすすめです。で投稿していけばいくほどだんだん内容が深みあるものになっていきますので、もうそれで十分です、それで OK、 大丈夫ですっていうところですね。で私がですね、今のあなた自身が考えてることとか気づいてることっていうのを等身大で伝えていただきたいのには、もう一つ理由があって、今あなたがですね、助けられる人、救える人、サポートできる人とですね、あなたの3年後とか10年後、サポートできる人っていうのは大きく変わっている可能性っていうのも高いです。となぜかというと、私がですね、副業時代に、ご契約を取れる、ご契約をいただけた人が、まあ、ご契約がいただけた人がいますよね。で、今です、その時ですね、ご契約しなかった人が、3年後、今年とかですね、去年とかですね、そういった方が、また巡り巡ってですね、また久しぶりですねという形でお会いしてご契約してくれる、私のセッションとか講座に参加してくれるというケースが結構あります。でそれはですね、その時はタイミング、その時の私はタイミングじゃなかったけど、今の私はタイミングが合ってたと、その人にとって、そのクライアントさんにとってですね、そんなことが言えるんじゃないかなと思います。で、何を言いたいのかというと、今あなたがですね、アウトプットしたり表現できる、そういった味わいとか、語りかけとかですね、使う言語ですね、そういったものは、3年後、5年後、10年後になった時にはですね、大きく大きく変わってる、可能性があります。と今の味わいは、今あなたが出せる、味わいはですね、今しか出せないんですよ。で、これはですね、なぜそれを私が伝えたいのかというと、私こうやって動画を配信するようになったのって2、3年前からなんですよね。3年前とかからなんですけど、動画を配信した当初はですね、何回もこう動画を撮り直してたんですよね。動画を撮り直して、これでいいのかな、こういった内容でいいのかな、このこれが正解なのかなとか、なんかこれいいかな、大丈夫かなと、ひとまず迷うこととか悩むこととか多かったんですけど、やっぱその時のですね、語ってる姿勢とか、意気込みとか気持ちとか、そういった味わいっていうものはですね、今のその私ですね、3年経った私ではですね、なかなか出すことができないですよね。例えば簡単なところで言うと、スタートダッシュのその私の初々しさ感とかですね、
どん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 やっぱ貫禄もついてきたり、するでしょうし、その最初のそういった味わいとか雰囲気作りとか、そういったものってですね、今の私って過去の私はできたかもしれないけど、なかなか同じものを再現しようと思ってもまたちょっと違う、味わいの良さがあると思っています。でこれはですね、私が、伝えてる内容の質が、いいかどうかっていうところを言いたいわけではなくて、その時期の良さってあると思うんですよ。今のあなたしか出せない良さがあって、で3年後5年後10年後になるとですね、またあなたの良さとか味わいとか、語ってる言語ですね、そういったものっていうのは大きく変わってきますので、今のあなたの気づきとか変化とか、そういった、大事にしている感性とか価値観とか、こういったものをですね、早く今のうちに、しっかりアウトプットして、世の中の、貢献できる人も、今と3年後10年後は変わってきますので、今しか、貢献できない人、今しか、なかなかサポートできない人、こういった方に向けてですね、ぜひメッセージを、届けていただきたいなと思います。はい、今日も最後までご清聴ありがとうございました。メルマガのですね、下登録ボタンがありますので、もしですね、よかったら、メルマガ登録していただけたらと思います。動画とかではなかなかお伝えしてないこととかもメルマガではお伝えしています。とですね、チャンネル登録とかもよかったらぜひしてください。とこの動画の内容ですね、見て少しでもよかったよと思っていただける方はぜひ、下のですね、いいねボタンを押していただけたら嬉しいです。はい、ご清聴ありがとうございました。